山本キッドのリフミ、2000年代前半間違いなく日本格闘技界の中心にいた男、 MMA 戦績18勝6敗、キーローズミドル級世界王者、41歳という太く短い人生を駆け抜けたスーパースター。彼に憧れ格闘技を始めた選手は数多く存在、今もなお語り継がれる名選手。そんな山本キッドのリフミのドキュメンタリーを今年冬 U-NEXT で配信予定。アーセンが言った、ノリは死んでません、死ぬ時はみんなの記憶からなくなった時です。この言葉を胸に配信を待ちましょう。